皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで今回はそうですね、前回クリアした、この機関室ですかね、そこ のスライムドリップを倒すことで、いけるようになった、地獄の世界ですかね、あちらの方ちょっと行こうかなと。でそうですね、縛りの最初の方でも言ってたんですけど、この弓矢を使わないといけれない場所、とりあえずちょっとあっちですかね、行くだけ行ってみようかなと。ただまだ今は、すぐその弓矢ですかね、使わずにちょっと敵の力を借りて、そのスイッチである、ボタンですかね、それを敵の弓矢で押すことができるのかどうか、半分、検証的な感じの動画にはなると思いますけどね、今回。それをちょっとやっていこうかなと。で、いざという時のために、これちょっと無理だなと思ったら、この矢で、行こうかなって。これ2つで32本手に入るっていうことかな。じゃあどうしようかな。そこまでたくさんいらないんでね、ちょっと近海の方で買ってきますかね。そうか、そういえばそうですよ。ここでなんか矢を買うっていうことは多分あんまりなかったのかな。そんなにたくさんはいらないんでね。さてどうしようかな。とりあえず多分第2の村に行った方が確実なので、第2の村のここで買いましょうかね。それでも、そっか、16本か。ここ最近弓全然使ってなかった。弓縛りの時以来かな、こうやってなんか弓とか矢を使うのは。それなんでもすっかり忘れてますね。そうか、そういえばなんかこれぐらい16本ぐらいあったような気がしたな。じゃあとりあえず行きましょうかね。ちょっとね、やられるとはダメなので、ここまではいいかな。とりあえず、3本だけ持って行っておきますかね。いざとなればね、ちょっと体力回復をさせて、ちょっと挑戦してみようかなと。なぜ、体力っていうか、ヒールドリンクかというと、自分自身がね、ちょっとその敵の的にならないといけないので、そうですね、受けるダメージはそこまで高くはないにしろ、多分1回でね、成功しなければ多分何発も、その敵の的にならないといけないと思うのでね、下手したら、そうですね、弓矢をバンバン食らうっていう風な感じになると思うので、体力回復だけはちょっと持っていこうかなと。で、とりあえずそうですね、できるかどうかの確認だけ、して、もしできるようであれば、そうですね、そのままちょっとダンジョンですかね、の方に、入って、どれくらいの、ダメージですかね、を与えたり受けたりするのか。で、あとはもう何発ぐらいで敵を倒せるのかっていうことですかね。多分クリアするっていうことは厳しいかもしれないんですよね。結構な数の量の敵が出てくるので。で、今の状態で、マジックボトルが1本。それなので、その1本だけを持っていって対処できるかと言われれば、ちょっと厳しいかなと思うので、とりあえずはちょっとどういった感じの、状況っていうんですかね、を確認をしに行こうかなと。さあ行きましょうかね。通常のフィールドの敵をね、前回も試してみたところ、大体2発ぐらいで、倒せたので、そこまで苦戦はしないかなと。ただやっぱりダンジョンの中とフィールドですかねってなると、また全然強さも変わってくるんでね、敵の。さあ来い。当たらないな。オッケー。そうですね、フィールド上の敵なので、多分ダンジョンと違って1回倒してもまた時間が経てば、また出てくるので、できるだけそのあっちにダンジョンがあるんですけど、その近場に、出てくる敵ですかね、そこはもうちょっとフィールド上なので、またリスポーンしてしまいますけど、その範囲内に入らないようにした方がいいかなと。近場で、そういうふうな敵が出てこなければね、別にいいんですけどね。たまにこの無敵時間ですかね、切れたかなと思ってまた発動することがあるんですよね。さて多分こっ
から先はもうこの一帯だけかな。さあ見えてきましたよ、ここのダンジョンですね。多分こっから見ると分かると思うんですが、あの中にあのボタンがあるんですよね。あのボタンを押さないとこの入り口のこの石の階段ですかね、丸石の階段が開かないんですよね。ただそれを倒すにはもうここにいる敵をちょっとなんとか、いたさあ来い、こっちだ。あ、ちょっとこれ距離を空けたいですね。ただちょっと下にもあのダメージの床があるんでね、これは結構やっぱノックバックが激しいな。さてもうちょっとそっちに動かせれないかな、もしかして。あ、ダメか。ちょっとね、もうちょっとね、あっちに行ってもらいたいんですよね。こっちを狙え。ダメか。難しいかな、もしかして。これちょっと多分しゃがんだりとかしても多分厳しいかもしれないですね。ただね、ちょっとこの敵が落ちてくる位置がね、ちょっとあんまり良くないんですよね。できれば、まあ多分2体出てくるので、こっち側の敵かな。が多分ここら辺に、ちょっとこのマグマブロックですかね、の、まあこの一歩後ろか一歩手前ぐらいだったら、まあなんとか、そうですね、自分を、まあ、的にして、撃った瞬間ぐらいにこうスッとかわせれば一番いいんですけど、多分今のここら辺に出てきてたので、どうやってもちょっとボタンまでがちょっとギリギリなんですよね。それなんでちょっともう一回チャレンジしてみましょうか。少し多分離れると、まあ、また多分出てくると思うので、少しちょっと間を空けて、その間に、うわ、矢が結構刺さってんな。さてちょっと自分はね、体力が108か、まあ1といえどもやっぱりあの連続して食らうとあまりよろしくないですね。まあただ、まあ、自分を的にしないと、まあ、この検証ができないんでね。出てくるか、あ、出てきましたね。あー、ちょっと微妙だな。こっちにダメか。というかこれは多分こっからじゃ押せなかったと思うんですよね。もう一歩こっちだったらね、よかったんですけど、多分この敵は落ちてくるだけで動かないと思うんですよね。あ、向こうにもいるのか。ただ落ちてこないかな。そうですね、ちょっともう一回やってみましょうかね。いやー、これちょっと思いのほか結構厳しいかもしれないですね。体力は痛い、もうすごい痛々しい姿になってますけど、93か。まあ多分まだ、まあ、体力はあるんで、もうそのまま行きましょうかね。さあ出てこい。あ、そういうことか。多分落ちてくるのはもう一人の味方ですかね、に多分矢を撃たれて、まあ、落ちてくるっていうような感じですね、多分。そうか、それの多分この弓矢のあのノックバックで上から敵が降ってくるっていうふうな、まあ、感じになるみたいですね。こっちはいないのか。そうか、まあ、ここはまあ登れないですからね。ああ、じゃあ自分のその進んだ方向によって多分どちらかの敵がまあ狙いをつけるので、まあ、それによってまあ落ちてくる場所がまあ変わってくるっていうことですね。ああ、そうなってくると難しいですね。あー、そっか。
ていうことはですよ、まあ、単純に考えてその、まあ、2体現れたうちの、まあ、どちらか1体が、まあ、弓を射った時にもう一人の、まあ、仲間ですかね、まあ、敵ですけど、まあ、仲間に当たるような位置に自分が行かないといけないっていうことですよね。そうしないと落ちてこないっていうことなのかな。まあ、ただやっぱり落ちてきても、まあ、さっきみたいにここの、 あの黒曜石の場所ですかねのとこであったりとか、まあ、自分の中で、ね、もうちょっとこの内側に落ちてきてもらいたいんですけど、まあ、そうなってくるとこの味方の弓ですかね、多分厳しいんじゃないかなと。さあさあここら辺に落ちてきてくれ。そうなんですよね。こっちかな、これ多分これだけ距離があったら、やっぱりちょっと距離がありすぎるとちょっと消えてしまいますね。そうか、多分あっこの角度でもギリ当たってなかったので、そうですね、やっぱり落ちてくるのであればここら辺の角度ですかね、ちょうどもうこの黒曜石のあたりぐらいに自分が行けば、まあ、ちょうどまあ敵が、まあ、撃った矢がそのもう一人の味方ですかね、まあ、敵のまあ味方に当たって、まあ、その、まあ、当たったキャラが、キャラというかまあ敵が落ちてくるという感じですね。まあ、そうなってくるとどっちに落とすのがまあ効果的かっていうことですね。まあ、こっちと、まあ、どっちもあんま変わらないような気がするんですけどね。多分落ちてくる位置的にはもう本当にもうここら辺っていう風な感じになると思うんですよ。まあ、できればねこの角度じゃなくても最低でもここら辺り、この本当にもうあの芝生の辺りですかねぐらいに落ちてきてくれれば、まあまあなんとかワンチャンいけるかなっていう風な感じですかね。まあ、こっちだったらもうこのグローストーンのすぐ一マス前ですかね、手前、まあ、もちろんあのグローストーンの辺りとかでもまあスイッチが見えてるんでいいっちゃいいんですけど、まあちょっと厳しいかなと。ということは自分の立ち位置によって変わってくるっていうことですよね。そうか、ならばこの2マスあたりぐらいに行かなければならないということなのではないかなと。ちょっと試してみましょうかね。さてと魚食べて、もう体力は84、まあまあまだいけるかな。もう今回もどちらかというともう冒険というよりももう検証動画ですね、ほとんど。ここ OK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  じゃあノックバックが激しい。ただこれがね、これ中にこの矢が飛んでいくのかどうかですね。まあ、よくよく考えてみたら、もうこうやってのもちょっともうこう飛び跳ねながらちょっとそっちの方に打ってもらわないと。まあ、もともとでもこの矢があのそこまで入らないのであれば、ちょっと意味がなくなってしまうんでね。ただあの場所にまあ落とすことはできると。いうのは分かったんですけどね、見た感じ矢がこういう風に手前で止まってるんですよね。で、中上の敵ですかねを倒したいんですけど、こっちの降りてきた敵をちょっと攻撃してしまいそうなんですよね。くーきつい、ちょっと危ないなこれは。ああそうですね、やっぱり下の方を攻撃してしまいますね。まあまあでもまあ大体そうですね、自分の立つべき位置は大体分かりましたね。これであとはうまい具合にその敵が、そうですね、まあ自分は多分的であの近距離なんでね、その矢をかわすっていうのはもうほとんど至難の技というか、まあまあほぼほぼまあ無理に近いような感じはするんですけどね。こっちこっち、さあいけるかいけるか、多分ここでこれピョンピョンとなんかジャンプしておかないと厳
しいのかな。こうやってぐるぐる回っててもなんかいけそうな感じしますけどね。難しいかな。これは厳しいぞ。やばい、ここに来て、これ多分時間が経たないと回復しないんですよね。よいしょ、早く早く回復してくれ。よし、上のやつはこれで倒せる。あ、いやー厳しいですね。ガラス瓶だけが残りましたね。さてちょっともう一回行ってみましょうかね。まあもうこれでちょっと厳しいようであれば、うん、そうですね、まあとりあえずちょっと弓を使って一度中に入ってみましょうかね。それでまあどれくらい、うん、まあまあ、敵とのまあ戦力差っていうんですかね、このガラス瓶をずっと持ってんのかな、まあ、どれくらいのまあステータスの差があるのかちょっと確認してみようかなと。まあでもまあちょっとやってみた感じね、なんか厳しそうな感じがするんですよね。まあただまあその敵の撃った矢がその中まで入ってくるのかどうかっていうのをちょっと確認したいので、うん、そうですね、今のところちょっと体力がまあ153なので、まあそうですね、このハート、まあ2列あるハートがまあ1列ぐらいになったらちょっと弓を使って一度まあ中ですかね、扉を開けて、でまあそこの状態でまあ敵の矢がまあ中に入ってくるのかどうかっていうのをちょっと確認してみようかなと。まあもともともう入ってこないっていうのであれば、まあやってもまあ多分敵の矢でまあスイッチを押すことはできないと思うんで、まあちょっとねその確認も含めてちょっともう一度チャレンジしてみようかなと思います。まあこれ自体はそうですね、前回というかまあ前にやってたまあスキル縛りですかね、あの時にもちょっと、まあ、確認しようかなとは思ってたんですけど、まあ、スキルの中に、うん、まあそうですね、弓ですかね、矢を飛ばす、まあ、スキルがあったので、まあ、それでまあなんとか、まあ、いけたので、まあ、検証というかまあそうな、まあ、試しては、まあ、いなかったんですけど、まあ、今回ですかね、まあもうどうしてもやっぱり今回マジカルのみなので、まあ、弓矢を使うか、まあ、もしくはまあその敵のまあ攻撃を利用してまあ開けるかのまあどちらかなんでね、まあ、どうせやっぱりねやるのであればちょっと敵の方のまあ攻撃でまあやっぱりまあスイッチが押せるのかどうかっていうのもねやっぱ気になるんでね、まあ、まあ今回ちょっとやってるんですけど、まあなかなかちょっと厳しいですね。逆だな、こっちからじゃないな、あっちから回って、そうですが、チェストが、ん？チェストかな？あれ、チェストが落ちてますね。そうですね、できればここ、まあ、ここには多分落ちてこないでしょうね。ああ、厳しいかな、やっぱここら辺りかな。お、来た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 。ちょうどいい、ナイスポジション。あとはもうこれでなんとか。これでもね難しいんですよね。あーでもちょっと移動してるな、ちょっと上のやつが邪魔なんですよね。くーきついな。さてちょっと上のやつを倒して、さあ来い、さあ射抜いてくれ。なあ、ダメかな、まあ、難しいっちゃ難しいですね。だいたいこ
まあそうですね、まあ、敵からしてみたらもうターゲットも自分に絞ってるので、まあ、動けば動くほどやっぱりそっちの方向にまあやっぱり弓矢を向けてくるので厳しいかな。うん、ちょっと厳しいっぽいですねこれ。畜生ダメなのか。まあこっからじゃね、どうしても押すことはできないので、ただそうですね、ちょっと一度、うわ痛々しい、ちょっと一度これ夢で開けますね。で開けました。あー惜しいね。あ、開く、開きますね。これ今多分矢が、敵の矢が刺さって今バシュって開いたので、あー開くんだ、開くんですけど多分厳しいと思います。今もそれなんで、あのスイッチが押されている状態なので、もうこれいくらクリックしてもこの敵の矢が刺さってるんでクリックできないんですよね。ああ開けることはできると。ああそういうことね。あーはーはー、まあそれだけ分かっただけでも、ね、やっぱり全然違うんでね。まあでも、うーん、敵のそうですね、攻撃を利用してちょっと開けたかったなっていうのもあるんですけど、週末の巨大要塞、まあ結構やっぱ難しいですね。まああれだけの至近距離なんでね、それをかわすって なると、まあ、かわせるのかどうかそれもちょっと問題なんですけどね。どの道移動したら移動したでやっぱりあのターゲットも、まあ、自分の方に来るので、まあまあもしかしたらちょっとまあ厳しかったかもしれないですね。でとりあえずそうですね、こっちのダンジョン、まあ、敵は一発ですかね。まあ剣持ってるやつと弓持ってるやつ、まあいろんなタイプがいるんですけど、まあ、剣は3発ぐらいですかね。でまあ弓持ってるやつはもう大体1発ぐらいですね。危ね、 OKOK、 よしよし、いなくなったかな。まあまあもうマジカルのね、この射程距離に入った敵はね、まあ今のとこそうですね、まあ全然安全に敵を、まあ、対処できてるので、まあまあいいかなと。どっかでなんかチビゾンビか、そっか、こっちの辺りか、確かあれ多分この辺りか、多分出てくると思うんですけどね。ドッキー、ちょっと回収に行きましょうかね、エメラルドの。そうか、でもそうですね、あの敵の攻撃でね、あっこの扉を開けることができるのであればね、なかなか、うん、もうちょっと粘ってもよかったかなと思ったんですけどね、まあさすがにね、ちょっとやってて、まあ、厳しいかなっていうふうに思ったんでね。まあ何せあの近距離で本当にあの弓矢をかわせるのかどうかはちょっと不思議なんですけどね、まあ、かわすことができたりとかするのであれば、まあまあもしかしたらね、まあ、敵の弓矢を使って扉を開けることもできたかもしれませんけど。あれ、どっかにいるな、この中かな。あ、多分この中ですね。チビゾンビが何体かいますね。1体かな。わあ、結構な敵の数だな。そうなんですよね、ここはもうこれだけもう敵の数がもうひっきりなしに出てくるので、もうそうですね、 MP がもうなくなりそうです。ただね、やっぱり、ね、いた、どっからだ、まあ、これだけの、まあ、マジカの、まあ、攻撃範囲ですかね、をもってすればね、まあ、どっからまあ攻撃をされても大体の敵には届きはするんですけど、あ、そうか、あっちのチェスト向こうから回ってこないといけないのか。まあただね、MP の今回復薬がもう全く1本しかないので、全くっていうわけではないですけど1本しかないので、まあそれをまあここで
まあ、使うってなっても多分1本だけじゃ絶対足りないと思うんですよね。まあ最低でもそうですね、まあ、4本、まあ、回復する量にもよりますけどね、まあ、もちろん、まあ、70とか60、70とかぐらいだったら多分、まあ、それでも4本ないし、まあ、5本ぐらいですかねは必要になってくるんじゃないかなと。さてちょっと回収できるお宝を回収していきましょうかね。ただね、でも中間地点までこれ多分厳しいかな。まあ、こっから先がね、結構なまた敵の数が出てくるんですよ。十何体ぐらい出てくるので、とりあえずもう走り抜けましょうかね。うわー出てきた。1か、1ならまあまあまあ、いや、これは厳しいですね。逃げましょう。そうですね、こっちにこのちょっとしたなんか展望台みたいなところがあるので、まあ、こっから、でもマジカルでもまあこっからはちょっと届かないかな。まあ、弓とかだったらね、こっから届くんですけど、そうですね、ちょっと一旦退却しましょう。まあ、とりあえずそうですね、チェストの方は4つ、まあ、手に入れたので、まあでもまあどの道やっぱり回復ですかね、それがまあ必要ですね。さてと一度出て、まあ、敵はね多分落ちてこないかなと思うんですけど、でもまだ残ってるんだ。うん、そうですね、やっぱり多分これで戻りましたね。まあ、この状態だと自分は出れないので、いた、さあ落ちてこい。まあでもまあなんとかしたいな、これは。そうですね、まあまたこれはまあまたちょっと動画外っていうか、まあなんとかできないかちょっとやってみようかな、ちょっと個人的にちょっとまだ気になるんでね。まあまあでもまあ動画的にはね、これをずっと繰り返してもね、じゃあまた次回もちょっと挑戦します、次回も挑戦しますってずっともうの引き延ばしするわけにいかないんでね。まあ今回というか、まあ、まあ今回、まあ次回ですかね、まあ行く時にはもうまた同じように、まあ弓矢で行こうかなと思います。さてとどうしようか。そうですね、一度3万か、まあまあまだまだですね。まあどうしようかね。そうです、もう一つのダンジョンの方もついでにちょっと行ってみましょうかね。もうほぼ本当にもうラストダンジョンの手前の、まあ、ダンジョンなんですけど、まあボスもいるんですけど、ちょっとそっちの方ですかね。まあ行ってみて、まあ、どれくらいのまあ、ステータスの差があるのかっていうのをちょっと確認だけしてみますかね。まあ、ザーベスですかね、深淵の洞窟、まあ、ここはザーベスっていうボスがいるんですけど、まあ、そこまではちょっといけないかな。まあ、こいつら結構早いんでね。2発か。さて他は、で、まあ、受けるダメージも1と。で、あとこのちっこいのですね。ちょっと待ってよ。ちっこいやつは一撃かな、もしかして。そうですね、一撃ですね。そこまでじゃあ苦戦はしなさそうですね、こっちのダンジョンでも。まあそうですね、一番、まあダメージの回数的には、そのさっき言った、まあ軍事基地的なとこですかね、まあ、剣持ってるやつで、まあ、3発だったので、まあ、そこぐらいかな。まあ、それ以外、まあ、ここですかね、この深淵の洞窟とかね、まあ、大体2発とか1発なんで、まあ、そこまで苦戦はしないですね。まあ、そうなってくると、まあ、ダンジョン的に、まあ、今の時点で、そのダンジョン的に、機関室の方が、まあ、結構ちょっと、
まあ、苦労したというか、まあ、攻撃回数ですかね、まあ、5発とか当てないと倒せれないんで、まあまあまだあっちの方がちょっと強いのかなと。まあ、ただあっちの場合はね、ダンジョンといっても ほぼほぼ7割ぐらいはアスレチックだったので、まあ、それなので多分その最終ですかね、まあ、ボス戦行くまでのまあ敵は多分強くなってるんだと思いますけどね、まあ、7対8体ぐらいかな、まあ、確か10体もいるかいないかっていうぐらいの、まあ、数でまあボスまでのまあ道のりですかねを守ってたので、まあまあそれはまあその数だったらまあ敵を、まあ 敵をというかまあ敵が強くてもまあそれがまあ妥当かなと、まあ、思うので、まあそれなので、そうですね、まあ確か経験値的にはなんかこっちの方が確か多かったような気がするんですよね、まあ、ちょうどそういうふうなことを言ってた、ちょうど経験値というかレベルが上がりましたね。まあそうですね、まあここはまあ普通にまあ回復ですかね、マジックボトル、まあ最悪、まあ走り抜けてね、あっこの最後のまあボス戦ですかね、まで行くことはできるので、まあでもまあ今回は、まあ、ちょっと MP が57しかないんでね、まあ、ちょうどまあ自分の名前のこの57と、まあ、一緒なんですけど、まあそんなことはまあどうでもいいんですけどね。まあさあ行きますかね、ちょっとまあ一度まあ戻って、どうしようかな。まあ一番そうですね、現実的なのはうちの、まあ、ザーベスを倒しに来ることかな。まあ、どの道ね、もう一つの最初に行ってたダンジョンですかね、あっこは結構なやっぱり数の敵が出てくるので、まあそうですね、まあ、近場でまあ走り抜けてもそのまま、まあ、ボス戦ですかね、行ってみましょうかね。まあ、できればね、ここら辺のまあ敵倒してチェストですかね、ちょっといくつか手に入れておきたいのです。で、今持ってるチェストがそうですね、チェストじゃなくて、マジックボトルが1個だけなので、ちょっとこれだけ5つもあるんですけど、まあ、鑑定だけして今回終わろうかなと。まあ、次回そうですね、そのザーベス倒しに行くちょっと準備をして、まあ、倒しに行く準備って言っても、ほとんどもうこのチェストですかね、鑑定して、ヒールドリンクじゃなくて、マジックボトルが出てきてくれることをもう願うだけなんですけどね。さあさあ行きましょうかね。さあでもここか、出てくるかな。まあね、日頃の行いが良ければね、多分出てくるはずなので。地獄の宝箱、これが多分フィールド上ですね。でこの要塞の宝箱がそのさっき、まあ、敵の弓矢ですかねを挑戦してたとこですね。で、まあ、この要塞の宝箱と、あとこの悪魔の宝箱はさっき言ってたザーベスのとこですかね、多分あっこのものになるのかな。お9、結構レア度が高いですね、やっぱり。あー結構8とか9とか10ぐらいとか、あ、そっか、でも10ぐらいは確かに出ますよね、ここでも。さあ、日頃の行いはどうなのか。あまり良くないみたいですね。そうか、そうか。これは？あ、でも80回復だったら、まあまあいいかな。まあ、そのままそうですね、まあ、ボス、まあ、ザーベスのところまでも本当にもう走り抜けていって、で、そうですね、そのまま、40と80なので120でプラス、まあそうですね、ヒールドリンク3本持っていってみましょうか。まあそれで、まあもともとそうですね、行くまでに、まあ走り抜けていって、まあ、ダメージを食らわないのであれば、まあ、体力の心配はまあそこまですることもないかなと思うので、まああとはもうそのザーベス自体にどれだけのダメージを与えれるかですね。でまあ、今ある MP で、まあ、どれだけダメージを与えることができて、まあ、はたまた、まあ、今の MP で果たして足りるのかですね。まあ、ただね、今回レベル8ですかね、あ、やべ間違えた、
のものを手に入れたので、まあこれ、まあこの2本でまあ120あればまあまあ、あのマジカルで言ったらまあ大体60発分なんでね、まあいけるかなと思いますけどね。あとはもう体力ですかね、ちょっとザーブスの攻撃ですかね、攻撃力とかまあダメージですかねがわからないので、まあやっぱりそうですね、156しか体力がないのでね、まあボス戦になってくると、まあ MP も心配ですけど、やっぱりあのやられてしまうとね、もう MP も何もなくなってしまうので、まあこっちの体力回復ですかね、もう3本持っていって、まあ次回ですかね、まあちょっとザーベスの方に行ってみようかなと思います。でそうですね、まあとりあえずまあ次回ザーベス挑戦して、うんですね、あとはもうまあラストダンジョンの方に行くか、まあもしくはまあ今回行ったところですかね、まああっちの方をまあまたちょいちょいちょっと試してみるか、まあでもまあどの道今の状態だとまあ MP も何も多分足りなくなると思うので、まあ現実的に考えてやっぱりザーベス倒して、まあそれからまああとのことはまあその時考えた方がいいかなと。まあどの道あのまあレベル上げとかですかね、まあチェスト集めも多分しないといけないと思うので、まあその時にまあちょっとザーベスですかね、まあ倒せれるのであれば、まあレベル上げするにはね、ちょっとザーベス倒すのも結構まあレベルですかね、美味しい経験値を持ってるので、まあそれも踏まえてまあ次回ですかね、うん、まあザーベスまあ次回倒せれればですけどね、まあまだ行ってないので、まあ次回ですかね、倒せれるようにやっていこうかなと思います。ということで今回はこんなタイで動画を撮らせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。